はい、では今から、新世界天王寺阿倍野のあたりをブラブラしていきたいと思います。今歩いているここが日本橋筋商店街でんでんタウンというところで、まあ、電気屋がたくさんあるよってところです。ちっちゃい秋葉原のようなところですね。ここを南下していくと新世界通天閣が見えてきます。でっかい上神がありますよ。私は難波から下ってきましたけど、最寄りの駅は恵比寿町駅ですね。さあさあ、通天閣が見えるかな。あ、ちょっと見えましたね。低いな。私は大阪人ですので、まあ観光と言われれば何なのかなって感じですけど、はい、大阪新世界って書いてますね。ここを通り抜けしましょうか。通天閣の周りを見ることが観光になると思います。大阪っぽいんでね。お店がね、心斎橋や難波に比べてディープな感じがあります。いつもそうなのか今だからなのかわかんないけど、閉まってるお店が多いですね。レトロゲーセン、ザリガニとかガチャガチャのお店が多いです。通天閣を登ることはおすすめしません。なぜなら低いからです。これ登ってもね、仕方ないんですよ。登るんじゃなくてね、こうやって、これ今真下ですけど、見上げることが綺麗だと思います。高いところからの景色ならもう少し歩いたところにあるあべのハルカスから見るのがおすすめですね。これは別に登らなくていいと思います。見るだけでいい。社会に貢献する日立。周りには串カツだるまと、あそこ銭湯みたいですね。湯、大阪名物ミックスジュース飲んじゃおうかな。ミックスジュースゲット。ほぼほぼみかんジュースですね。氷めっちゃ多くない？すげえかさ増しされてる。目の前にベンチがあったんでそこで休憩してます。こんなに氷が入ってたわ。通天閣のすぐ南が有名な新世界の通りですね。人が少ないですね。あ、またビリケンさんが。はい、こんな感じです。人が少ないな。魔法の絵画展、まあこんな感じですかね。新世界はこれも一角なんで広くはないです。たこ焼き食べようと思ってたけど、でも8個はちょっと今入らないな。そしてここからすぐ向こうは天王寺になります。あれが天王寺動物園ですね。
もう今日は時間もないし入ることはないんですけど、あれは世界の大温泉スパワールドです。何度か行ったことがあります。これは獣の声ですか。あ、なんかやってるのか。アベノハルカスが見えます。高所からの景色が見たいならあそこへ登ることがいいですね。おすすめします。こっち側全部動物園です。そう、若干ね獣の匂いがしてきますね。でかい鳥かごです。あそこに鳥たちが閉じ込められてます。大阪の観光って本当に大阪城や USJ は観光だって言えるけど、この都会の方はね、なんかこう今一つ面白いものがないですね。本当に街並みを見て、あ、大阪だなって思うぐらいで、ショッピングするとこしかないですもんね。でもそれはどこででもできるし、奥に見えるのが天王寺駅です。アベノハルカスも天王寺動物園も駅のすぐ近くにあります。駅前ですね。近くにアベノヒューズモールがあります。歩道橋がぐるーっと円になってます。ヒューズモールです。で、面白いのがね、駅前なんですけど路面電車が通ってるんですよ。すごくない？でも天王寺阿部野ってこの駅前だけしか栄えてないんで、ちょっと外れると落ち着いた感じになってます。竹ここからこんな感じです。ヒューズモールの中には入りません。ハルカス登っちゃうか。もう一個駅前のショッピングモールですね。本当にショッピングするところしかないな。16階ですね。ここはまだ10階です。怖いんですよね、高所が。あの、地震が起こったらどうしようって考えるんで。でも今行ったら夕方から夜にかけての景色が見れそうなんで。ちっちゃいね。わかるかな。あの、
ここら辺にあるのがさっき見てた通天閣です。日の入り時刻が5時8分、もうそろそろですね。これは今西向いて撮ってるんですけど、大阪湾のね、あの湾曲してる様子が分かるぐらい高いですね。高すぎるよね。何なんでしょうね、この高所からの景色を見た時の満足感、みんな持ってるじゃないですか。太陽がいい感じなんで西向きが今人気です。車の小ささが面白いですね。何が何だかよくわからないですね。内側はこんな感じでテラスのようになってますね。でね、あのここのヘリポートのところまで追加料金を払えば行くことができます。こんな感じです。テラスに出てみましたけど、今日もあまり寒くないね。はい、では降ります。エレベーター待ってます。びっくりしたのが、ここのトイレが壁じゃなくて窓だったんですよ。ちょっと怖かった。エレベーター一人だ。さっき説明されてましたけど、到着するまでこの景色を見せないっていう演出ですね。ああ、耳が痛いわ。全然寒かったわ。これからですね、マックのご飯バーガーの辛いダブチがとても食べたいので、それを買いに行きます。どこでも買えるけどね。さっきのショッピングモールね、下にマックあるんでちょっと買ってきます。外で食べます。はい、食べ終わりました。まあこんな感じですかね。まああとは帰るだけです。展望台怖かったですね。でもね、夜に来たことなかったんで良い夜景が見れました。満足。はい、では電車に乗って帰ります。